はい、ひとつきまさしみです。もうこんなことやってんだったら金配らんかーいっていうね、そんな話をしていきたいと思います。今日も緊急事態宣言がですね、追加されですね、首都圏とか大阪含めてどんどん増えている中ですね、都内の人出はオリンピックのせいでどんどん増えています。はい。特に国立競技場周辺やお台場のあたりがですね、増えている。で、新宿とか渋谷とか東京駅はですね、多少減ってるんですけども、こんなの誤差という、そういう状況になっていますね。で、何をアホなこと言ってんのかって思ったんですけども、規制を原則中止というふうに、全国知事会が東京都、都道府県とかね、北海道、大阪府、もういろんな県境をまたぐ旅行規制は原則中止または延期。これに対してもネットが大荒れということで、私、いつも思うんですけど、菅さんって緊急事態宣言いくらやってもですね、お金配ってくれない。なんでっていう。多分理屈としては全国一律じゃないからという理由があると思うんですけども、何言うてんねんと。ね。そんなことをやってんと、早くお金をですよ、配ってロックダウンして、検査いっぱいやって隔離しろというふうにやっているんですが、さらに怖いニュースが出てきてですね、この医療崩壊ですよね。このも TBS のこのニュースなんですけども、なんとですね、独自なんですけども、都内約100病院が拒否、コロナ救急患者搬送に8時間ということで、コロナの重症患者が100病院に拒否される。感染して呼吸困難の状況だったんだけども、100の医療施設が体制不備などを理由に受け入れを断ると。で、もうなんか意味わかんなくなってきましたね。何々、う東京かん、オリンピックやってる、国際的なイベント、世界200カ国から人が集まっている。だけども、国民は我慢しろ。旅行行くな。県境またぐな。さらに、お盆も帰るな。で、医療崩壊していて、もう、感染がですね、どん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 拡大していって、救急搬送が困難な状況になっている。ええ加減せんかいって。せめて盗ん金でよこたせ。だよ。せめて金よこせ。金を貸せ。本当に。いや、もうこれさ、自営業の人たちとかめちゃくちゃ大変だと思います。これ結構やばいで。で、一定してサラリーマンのね、報酬っていうのは、70%から80%くらいが世論調査を見ると、コロナで収入は減ってないというところがほとんどなんですよね。だけど、それって財務省のデータとか見ると、借入金がね、日本全体で30兆円ぐらい増えているとか、雇用保険の増税を検討されていたりとか、明らかにこれはですね、もう借金付けでなんとか回している状況なので、やばい、おしまいになるよ、このまんま行くと。ということで、今日はですね、どうやって生き延びていけばいいのかっていうことをですね、今一生さんね、弱い人たちのね、取材を続けて30年、ね、特に子供とかね、あと、メンヘラとか、G2 志願者とか、そういう人たちを取材し続けて、そういう人たちがどうやって生き延びていけばいいのかというのを調べてきた今一生さんに、どないしたらええんや、助けてくれ、今さん、今度は兄貴どうしたらええんですかということで聞きたいと思います。兄貴よろしくお願いします。僕も疲れまくってます よ。そらそうでしょう。兄貴昨もお日疲れのですか。朝、昨日の朝早く起きて、それも睡眠不足のまま、群馬県高崎市まで行ってきたんですわ。すごく久しぶりにね、駅を使って、約3時間なんだけども、電車で行ってきて、だから今、電車状況どうなってるかとか、新幹線どうなってるかとかっていうのが分かってきたんだけど、結構人流あるやんけと。で、新幹線だと、1列に、そうだな、何人だ、6人か8人か、1列に1列なるんだ6け人ぐど、らいか、5人か6人ですね。それで離れて座るレベルなんだけど、意外と利用者多いなっていう印象。で、もちろん駅はどこに行っても人だかり。東京だろうが、高崎だろうが。だからね、なんだろうな、人流を抑えるって言ったって、一応仕事の関係はまず無理じゃん。で、次に今夏休み入ってるから、やっぱりさ、子供が例えばどっか行きたいって言うよね、きっと、ファミリーだったら。で、全く行かせないのもおかしな話じゃん。そうね。だからせめてキングコング見たいとかさ、ね、
なんか映画館行くならまあ連れて行こうかみたいなことも含めて、何がしかの人流の増加っていうのは夏休みはどうしてもあるわけ、うん、で里帰りなんかまさにそうだよね、去年は我慢したけれど今年はもうさすがにさって思ってる人がいてもおかしくないし、やっぱりなんていうの、家族関係が悪くない人はやっぱりこう孫の顔見せたいなとかさね、高齢者がやっぱりウイルス弱いからっていうふうに聞かされてれば、余計に孫の顔見せたいなって思う人も人情だよね、それは、でも里帰りすんなっていきなり言うわけだ。何なのこれ。まあ要するに政治家が、あ、確かにそうだよね、あの人の言うことだったら、まあ一応我慢して信じようってこの1年半やってきたんだよ日本は、ところがさ、結局お前ら何やってんのっていうぐらい政治家が無策なわけ、感染防止に関して、だったら耐えられないよね、つまり、まあ、それが菅さんであろうと全国の知事であろうと、あの人の言うこと聞いてたら確かに人流が収まった、っていうならちょっと我慢してやろうっていう思いは全くあるわ、ただ五輪やってんだもん、無理じゃん、五輪やって感染爆発増加しようとしたじゃん、もう東京は。で東京臨県もそうだよ、千葉、神奈川、埼玉、どんどん増えちゃってるわけ。神奈川なんて、確か7月31日、1580人とか。あれ、東京と同じぐらいかなっていう感じで、ね、昔、ちょっと前の東京と、今もう東京3000人突破してますから、4000人とかもね、行っちゃってるし、そう、もうなんじゃこりゃなわけだよね。でそれでだから都道府県のこの境を越えないで、いや行ってくださいって言ってるわけ。東京から神奈川とか埼玉とか千葉とか神奈川、越えないでくださいって言うんだけれど、そんなん無理やん。無理だよ。よっぽどだからとあの地図と同じように東京とあと23区の外にあるとかと、全部あの進撃の巨人みたいにもうかものすごい高い壁を作ってやるか、あるいは交通手段を間引きするか、例えば新幹線が1日、1本は止まる、あ1本はまあ止まるのいっぱいあるな、あだからあの例えば半分にするとかね。あでもそれだと混んじゃうからもうゼロでいいです。あそうゼロでもいい、だから要するに新幹線って長い時走るわけじゃん、だからそういうものは全部ストップするとかね、だから沖縄なんかほら来ないでくださいって言ったらやっぱり航空便はさ少なくなるよ、なのであのその分の補償も含めて国が負担すればいいんだ。いや本当に、でものすごい額のになると思うけどね、補償は。いやそれはそれでいいでしょ、それよりも人の命が大事だって当たり前のことを言えばいいわけ、国民の命にの1個の命に比べたらそんな保証はね、あの先々の借金になったとしても、ね、今すぐコロナ感染を止めようと思えばそれしかないだろうなって思った。まあ、例えばね、あのもう電車止める、あるいは電車 あの改札口で PCR 陰性検査証明を2日以内のやつ持ってこいとかね、そういう風にする。でオリンピックも中止で、あるいは、それもやった上で、家にいたら10万円やる。そう、引きこもりの人ほどお金が入るっていう仕組みにすればいい、簡単に言うと、でね、ただね、俺もう腹立つのがさ、19兆円ぐらいさ、なんていうの、あ新規でね、国が金配りますって、特別保障とかさ、いろいろやってるんだけど、説明会に行かないか、手続きがさ、進まないぐらい煩雑なのよ。で、俺、千葉に住んでるからさ、東京都に、何月何日に15人だけの説明会なんて、早く申し込みようとかさ、Facebook に広告が載ってたりするんだけど、おい、説明会に行って専門家に聞かなきゃいけない手続きって何それって思ったわけよ。それ何の手続きですか？要するにあのこのコロナのおかげで収入が減って困ってるっていう人向けに、特別保障をね、あなたも受けられますよっていうフェイスブックの広告があって、で、じゃあ俺も受けられるのかなと思って、個人自営業者だったら100万円ぐらい入りますよとか書いてあるわけよ。で国のお金なんだけど、ちゃんと手続きが煩雑なんで説明会に来てくださいって、分からなかったら専門家に個別に聞いてくださいとか書いてあるわけ。何それと思った。たかだか100万のためにで、俺から言わせれば、
たかだか100万のために東京まで説明会に行って、なおかつそれに予約して、しかも分かんなかったら専門家に別に聞いて、それはやらなきゃいけないの。ズームじゃないの。ズームじゃないよ。説明会に足を運ばなきゃいけない。何なんだそれ。だから多分説明会に足を運ばせる業者が、うん、まあもうどっかに賄賂払ってるのか知らんけど、うん、ちょっとその煩雑すぎる手続きがおかしいじゃん、そもそも。いや、うん、変だね。うん。で、俺世の中にはさ、やっぱりこういろんな障害、例えば発達障害とか、あるいは知的障害とか、うんうん、あるいは中卒だったり、あるいは小学校卒の子もいるわけよ。うん、まあそれはいるね、世の中には。うん、それで大人になってるって人にとって説明会に行かなきゃわからないさ、手続きっておかしい、うんうん、だからそんなこといいから前みたいにハガキが送られてきて振り込みされてくれって、うん、そう、その通りですよ、うん、だせめてそのなんていうかな、自分の口座を教えたら、役所に教えたら、うん、あるいは、まあ、役所に行ってもいいよ、申請書を書けばいい、あるいはオンラインでやってもいい、うん、だとにかくこっちの情報を与えた瞬間に10万円入ります。うん。それでいいじゃん。だってみんな困ってんだもん。うん。うん、ただし、なんていうのかな、お金持ちが10万欲しいかって言ったら、まあ欲しいだろうね。欲しいです。私はまあ金持ちというには金持ち会の中では末端の末端の末端のアウトカウント程度だと思いますけども。うん、でも10万くれるって言って、メール一発送るだけとか、サイト上に自分の ID とかなんかパンって送るだけで済むならば、うん、マイナンバーの何でもいいよ、それ一本でいいとか、自動車免許証一本でいいとか、うん、なんかすっごい簡略化してくれればさ、うん、もっとお金を、あ、それそんな簡単でいいのっていうぐらいのオペレーションにしないとダメだろうねって思うわけ、うんうん、でそこに金使えばいいんだと思ってたらさ、片方でさ、無観客試合でチケット収入が見込めなくなって、いろいろてんやわんやの五輪さんがさ、もうね、4兆円突破するらしいね、え、開催費が、うん、嘘、4兆、うん、そんなにいく、本間龍さんがコメントしてる記事があってさ、おう、うん、え、3兆じゃなくってか、うん、もう4兆近いらしいっすよ。あ、まあでも確かにそうだね、スポンサーが集めた費用プラスで考えるとそれぐらいいくね、税金3兆プラススポンサーが集めた7、8千億入れると4兆近くなるわ。うん。だから、これか、東京五輪の総費用4兆円。そう。だから、まだまだうなぎ登りに増える可能性があるわけ。うん。うん、で、これはなんでかっていうと、まあ、本間さんが説明してるけどもさ、うん、結局さ、今まで3兆でも重かったのに、うん、入るはずのチケット数にはもちろん入らなくなったよね、無観客だから。うん。うんうんうん、で、それ以外に、出さなきゃいけないです。ほら、お弁当なんかまさにそうなんだけど、オペレーションはもう事業者に発注しちゃってるからさ、うん、っていう話で、金はもうさらっちゃってるんだよ、きっと、うんうん。だから毎日3000個とか4000個とか、わけわかんない廃棄をしてるわけじゃない、うんうん。で、そういうものってさ、本当はいらなかった、圧縮できるものを、税金でやるときには、もう、なんていうのか、ジャブジャブ使っちゃうわけよ、うん、現場の人たちが。うんうん、まあ、だからオリンピックで諭吉さんが飛んでってんだよ。そう、その金あったらさ、ね、もちろん民にも配れるし、なんだったら僕はね、医者をね、外国の方から、うん、来てもらわないと足りないんじゃないって思ってるわけ、うんうん、でよくさ、東京都の医療崩壊で語られるのは、新しいベッド数増やさないとまずいよねってよく言われるじゃん、うん、ベッド増やしても人材いなかったら意味ないじゃん。意味ないね。うん、それで五輪の医療ボランティア、ワクチン接種のための、ね、お医者さん、ね、で本業もその人たちやんなきゃいけないんだよ、当たり前で生活しなきゃいけないから。いや、もう本業の人たちのお医者さん、自分がワクチン打ちに行った時怖かったでしょ。ヘロヘロだったもん、もう虚空を見つめ、ね、うんうん、こんな感じだったから本当ね、精神崩壊するよね、医者がね。いや、してた、してた。あ、してたか。もうしてる、うん、で。前もちょっと詳しく話しましたけど、だって、大変ですね、どこから来たんですかとかっていうふうに言ったら、石川から応援を受けて、怖い、来てきて、午後、休診だったんで、今日は来れました。って言ってて、で、あ、うん、そろそろワクチン打ちますよって呼ばれたから、行ったら、そのお医者さん、ありがとうございますって、ふっと見たら、全く私の方を見ずに、虚空を見つめながら、私は、
疲れて、でも、頑張らないと、とかっていうふうにずーっと言ってから、壊れてんな、この人って。でも壊れるよね。やっぱり人間ですから、医者は神様ではありませんので、ね、中毒患者が来ました、で、中毒症の人からも相談を受ける、だけど、俺は今日ボランティアに行かなきゃいけない、ワクチンも接種しなきゃいけない。いつ寝るの、その人。僕も人のこと言えないけど、僕5、6時間の睡眠時間で毎日眠たそうに、まぶたがすごいいつも重いんだけども、それでも、なんていうの、毎日毎日ワクチン接種で、ね、もう10分間隔で新しい人が来ちゃうとかさ、そしたらそれだけで十分疲れると思うよ。まあ、プラスいつもの仕事やってるからね。そうだよ。で、だからもう、ベッド数を増やしたからなんとかなりますって話じゃないし、ベッド数を増やしたら当然だけれども、通常医療、コロナ感染以外の医療は先送りされるわけだよ。だってその新しいベッドを作ったっていうのは、それは感染症の重篤患者向けのものだから、だから医者がそっちに行って足りなくなった、そしたら通常医療はいなくなるでしょって、医者が。だとどうすりゃいいのって話だから、だからそしたら僕は外国人の人たちに来てもらうしかなくなると思う。医師免許を持って、国際医師免許みたいなのあるか知らんけど、とにかく対応できる医者を海外から来てもらう。ただそれには渡航費もかかれば、滞在費もかかればさ、賃金もかかるでしょう。だから僕、五輪の選手に金メダル取った、いやじゃなくて、いや、いいよと、喜んだ後に、しかしですね、日本は残念ながら私たちの競技を続けるにあたり、感染爆発まで導いておりますと、医者が足りませんと、世界中の皆さんと、ね、僕も頑張って金メダル取ったけれども、ね、今、そのために犠牲になった人たちがいっぱい日々増えてるんですと。なので、世界のお医者さん、日本に来てくださいと、そのお金を、ね、世界中の皆さんがね、1ドルでいいんで送ってくださいと、ね、日本政府は動いてくれないんで、ね、なんとかね、民間で金を集めて、1人でも多くの、お医者さんを日本に呼んで、なんとか日本の医療崩壊をとどめたいと。でないと、日本は感染防止策がないんで、毎日新規感染が増えて、医者不足にもなっちゃうんですよと。だって救急車呼んでも、神奈川県知事が言ってたよ。救急車を呼んでももう来ませんって言ってた。そうだよ。で、それで、都内の病院では100箇所たらい回し。で、オリンピック組織委員会は五輪は、コロナに影響を与えていないとか、はぁ？みたいな。もうさ、金あれ、払え、金払え、金払え。いや、そうなの。だから、金が必要になるのよ。どう考えたって。政府が動かないんだったら、民間で動かざるを得ないよ。だから、日本医師会の方にお金を、世界中から集めて、皆さんで、くださいとかさ、そのぐらいのこと、選手言えよと。ね、選自手は分の、そう言ってね、なんか立ち上げてもいいし、で、あるいそう、はだから、菅さんがね、金配ってもいいし。ただ毎日ほら生放送してるでしょ、テレビで。だから生放送で勝利者インタビューの時に、いや、金メダルありがとうございましたっていうね、言うんだったら、それと同時に生だから言えちゃうじゃん。ね、世界中の皆さんと。そうそう。僕のこの競技、あるいはメダルのために多くの方が犠牲になっていますと。ね、五輪の関係者や選手だけじゃなくて、東京都民の方がもう毎日とんでもない数新規感染してるんですと。だから医者が足りません。で、医者が足りないってことは、もう海外から医者を集めない限り無理ですからと。だからお金ください。で、日本医師会に寄付してくださいと。で、一人でも多くの医者を揃えて、東京都でオーバーシュートを抑え、で、感染を最小化し、そうすれば、今の外国人選手はこれからもう帰国してるわけじゃん、どんどん。それを止めることができるんですと。だからそれをね、万が一だって、感染しなかったらよかったと思っている。で、母国に戻ったら感染してたってことが起こりうるでしょ、今後。だから、東京でオーバーシュートを止めないと、もう世界中のパンデミックの、センターになってしまうんですよ、東京が。だからこそ、東京を止めるために皆さんお金と人材くださいって、なんで五輪選手言えないの？もうそれが言えないんだったら、ただの筋肉バカだよ。まあ残念ながらね。ちなみに残念だったら。4兆円だとしましょう。金額が。4兆円割る、今日本が取った金メダル17個なんで、1個あたり2352億円。高えよ。高えだ、おい。
ちょっとあの前3兆円で計算したときは1660何億円とかだったけど、今計算したらあの4兆円ということであれば、2352億円ですね、1個あたり金メダル。ふざけんなだよ、ね、でこれ東京都民はですね、あの1兆4000億くらいオリンピックに関してお金使われてるんで、都民1人当たり10万円払ってます。で国民も、1兆何本払ってるんで、まあ1万円ぐらいなんで、ね、オリンピック万歳とかって言って、でわーすごい頑張ったねとかって言ってるテレビ観戦、いいですか、都民の皆さんは1人当たり10万円無理やり買わされてます。国民も1人当たり1万円、ああもう東京から引っ越そう。もうなんかさ、都民はほら、まあ、特に納税者としていつも真面目に払ってる人は、自分がクソみたいな五輪に強制的にお金を持ってかれてると。で、まあ、それも知らないんだよね、多くの人は。まあ、なんだろうな、これこういうのってなんて言えばいいんだろう、恐喝。いやー、だから税金っつうのは怖いよね、知らない間に取られてるから。ああ、その金絶対次増税来るよ。そうよ、だからね、その金があったら何ができたかってことを僕ら納税者は考える必要がある。でもちろん五輪の即時中止なんて当たり前にやるべきことだし、ね、命を守るのは政治家の仕事なんだから、ね、政治家の価値っていうのは国民の命を守ることです。で、コロナっていうものと、まあ、戦いですよ、戦争ですよ、これは、言ってみれば。で、負け続けてるんですよ。それを認めないのがまずいのよ、まずね。で、だからワクチン接種の機会増やせばなんとかなるって言ってるバカがいるわけだけど、それってバカの名前なんていう名前ですか。スガーリンって言いますけれども、あれは本当に意味がわからんな。だからこの間ほら、接種行ったじゃん、清水さんは。行った。その場所には PCR 検査を無料で受けるなんてことができないでしょ。できない。もう不思議な話だよね、ある意味。仕方ないから PCR 検査のキットをさ、自分で買うしかないのよ。キットどのぐらいするのかな。安いのは3000円。あ、1回分ね。高いのは1万5000円。でも3000円でもさ、たった1回打つってわけでもないだろうしさ。まあ仮に3本買ったら消費税込みで1万近くするわけだな。もうその1万円ってやっぱり低所得者とか無理またにとってはでかい金額だよ、やっぱり。無理です。だからせめてまあね、人口の1億2600万人全員にはいきなりは PCR はできないと思うけど、せめて学校と公務員の任意検査はタダになる。だから学校に行ってる、まあ、特に義務教育の小中ね、まあ、校も入れた方がいいかもしれないけどね、子供も入れていいんじゃない。そうそう、子供、だから未成年はもうタダで受けられると、まあ、あるいはPCR 検査のキットをね、買って、まあ、いろいろね、細かい規制はあるんだけども、飲食店とかに置いておいて、お通し代は PCR でございますみたいな。ああ、いいよね。これね、原価で考えると、まず PCR 検査の試薬とかね、こういうのが1回あたり1000円ぐらいなんですよ。なるほど。ただ機械を100万とか500万のやつを買わなきゃダメなんだけど、それなりに資本があるところだったら、これ買ってさ、で、検査の結果が出るやつ、早いやつだと30分とかなんでね。だとしたらさ、例えばワタミとかさ、全国チェーンの居酒屋さんが、まあ、拠点になってくれればさ、うちの店に来たら全員 PCR 検査はオプション無料でついておりますと。いや、オプション無料だとね、破綻するから、お通し代2000円、PCR。いやいや、それ取ってもいいんだけど、そこに補助金出したらいいじゃん、国が。そういうことすりゃいいのにね、あんなに飲食店言うんやったら。そう、いじめるんじゃなくて、PCR 検査ができるから、お客も増えてくれれば飲食店大助かりじゃん。それで、まあ、でっかい居酒屋チェーンだったら補助金はそんなに多くはない、まあ、でっかいキット1個買えるぐらいだけど、いわゆる商店街の小さなお店だったら 100% 国が肩代わりしてあげる、でお客さんが来てもいらっしゃいって言って、はい、PCR 検査まずやろうねみたいな、でやって、まあ、検査待ってりゃいいわけで。そうだよ、30分間飲んでりゃいいんだよ、そしたら、ね、ちょっとビール1杯あげるから、そこで飲んで待ってって
って。そう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 。枝豆をつけてあげるからっつって。そうそうそう。それで、なんでこんなことやんなきゃいけないんでしょうねっつって、お客同士で、ね、あの五輪の感染爆発ってとんでもないよねって、うん、でテレビってもうどのチャンネルで回してもな、あれだよ、五輪だよ、もううんざりだよとかさ、うん、そういう話でこうお客が盛り上がって、うん、常連化するっていうさ、うん、これ大事なの、常連化ですから、うん、あの小さい店なんか特に、うん、あのなんで、そういうふうにして飲食店を助ける政策を金出してやりゃいいんだよって話なの、うん、行かないで行かないでなんて言ってるからさ、うん、ダメなんだよ、うん、もう耐えられないもんだって。いや無理っしょ。そう。だから小売店じゃないや、要するに小さい業者ね、その小さい店はやっぱりやっていけないから、うん、もう看板を下ろしてもう家賃も払えないからやめますってことになっちゃうじゃん、うん、それはやっぱりお酒の文化を疲弊させるよね。でしかもね、東京都モニタリング会議によると発生、うん、感染者の発生源、いろいろ調べてみました、うん、はいね、なんと飲食店は全体の 6% です。なんとで、55% を占めてる巨大なところがあるんです、うん、これは自宅ですだからもうこれ逃れられんよ。で自宅がなんで増えるのかって当たり前だよ。陽性患者を自宅療養とかしてるからで、だもんな、家族が感染したらそこ全部感染するっつうの。そう、濃厚接触者になるんだから、その瞬間から。でこれね、怖いのが自宅がさ、うん、一番の感染源だって言ってるのに、うん、ね、なんかわけのわかんないこの、あの規制原則中止してくださいとかって言ってもさ、聞かないでしょこれ。そうすると自宅で感染してる人たちが田舎に飛び散るんだよこれから、無症状含めて。怖っ。どうする。もうね、今日オリンピック中止、その代わり夏休みも中止、帰省も中止、うん、ね、うん、もうあの家出ないでください、その代わりお金配ります、うん、それでいい、うんうん、だから五輪は即時中止しないとあかんのさ、うん、でこれで五輪を中止することに何の意味があるかっていうと、うん、ね、あ、なるほど、政府もさすがに国民の痛みをね分かってくれたんだなと、うん、ね、分からないまま、ね、五輪で来るっていうの、お前のわがままに俺たち付き合ってられたら、もうね、感染爆発しまくってんだよと、うん、でお前のわがままをまずやめろって感じなわけじゃん、うん、もう五輪に関しては。で、政府が決断して、うん、私たちわがままでした、申し訳ありませんと、うん、ごめんなさい、言いなさい、まず。そう、ごめんなさい、言うわけだよ、うん。で、今日で五輪は終わります、でパラはもちろんありませんって言ってね。うんうん、で私たちもここで痛みを負ったから、うん、皆さん申し訳ないけれども、もうあなたの東京都住んでるならもう東京都から出ないでくださいって言われたら、うん、ああそうか、お前のわがまま分かったんだなと、謝ったんだなと、うん、まあ、それなら多少だよね、それでも、まあ、そんで金も配ってくれんだったら、まあ言うこと聞いてやるかみたいな。わかりました、今すぐ明日振り込みます、うんうん、特に去年持続化給付金で、なんてこう、あ、皆様の口座番号をね、いただいてますから、うんうん、あ、特別給付金、特別給付金、そう、特別給付金とかね、うん、あの自営業だと持続化給付金とか、うん、もらってる人に向けては、もうこの遅くとも3日以内に振り込みます、うん、ね、あのでダメだったら、あのなんていうかな、私があの責任を持って謝りますって菅さんが言えばいいんだよ、うん、ね、だからもうオペレーション的に間に合わないんだったら、もう1週間以内には少なくとも払いますと。遅れたら 1.5 倍、なんつうかな、こちらがオペレーションになります。じゃあ遅れてって思う人遅れ、そう、遅延金として足しますみたいなさ、遅れた場合はとか、それぐらいお金に関して考えろって話で、うんうん、だからそこまで、まあでもある程度の額面ないと国民怒りが収まらないと思う、うんうんうん、五輪中止したぐらいの当然だろうって普通に思うし、うんうんうん、でそれだけじゃないんですと、もう遅くとも1週間以内に金出しますといくらよと、うんうん、なんぼ払ってくれるんですか、わしら今までずいぶんひどい目に遭うておりましたよみたいな。そう、まさか去年みたいに10万とか言わないだろうな、去年よりひどい状況になってんだよ今ね。えいくらだったら妥当かな、少なくとも国民全員に配るとして、まあ国民全員に配るんだったら30万ぐらいでいいんじゃないですか。そうだよね、月4人家族で子供2人の場合は、うん、30万かける4だから120万入る、ね、そんだけあったらとりあえず一息つけるやろ。そうだね、うん、なんでここは
遠方のおばじいちゃんおばあちゃんに孫を会わせるとか、そういうね温かいことも来年に回してください、うんね、支出が減って120万入るんだから、うん、いいでしょって、うん、これならありだよ、うん、最低1人30万だから、うん、あでも30万でも首が回らなくて借金の返済で終わるって人ももちろんいるだろう。まあでも多くの人はね救われると思うよ、うん、そうよ、うん、だから民意がそっちになびくよね、うん、そこまでしてくれたら、うん、1人やん30万だったらまあ6、7割はなんとか分かったよと言ってくれるかもしれない、うん、分かった今日はあの本当は東京から新幹線乗って大阪のおじいちゃんおばあちゃんに会いに行くつもりだったけどやめますと、うん、やめてやるよと、やめてやるよと、仕方ねえなと、そう。でもそのためには菅林が心からの謝罪をしながら五輪を即時中止させることと、うん、もう1週間以内、せめて1週間以内に30万1人当たり出すこと、うん、このレベルが最低基準だよね。でまあこういうことを言うとさ、そんな現実的じゃないよとかね、うん、そういう現実をわからない人がそういう意見を言うんですよ。で現実なんでそれがね、いや大変だと思うよ、やるためにはね、やるためには現実的ではないけども、でもそれをさなんとかしてみせるのが政治家の仕事だろ。そうよ、僕らが主権者でお金払って雇ってるのが政治家だからね、うん、僕ら雇い主ですからね政治家の。だから現実がどうのなんて考えるのは政治家が考えればいいの、うんうん、こちら納税者としてはいろんな意見、要望を政治家にやれと、うんうん、いう権利があるんで、国民主権の国だから、うんうん、でも現実論としてさ、やっぱり今10万配られてもなって思うじゃない。10万だとちょっと納得いかないかな。ね、多くの人は納得いかないよね。納得いかない人の多いんじゃない。どうなんですかね、コメント欄で教えてほしいですけどそうそう、自分は5万でもいいですみたいに思って、で少なくとも東京オリンピックはうん、10万円もらっても国民がね、うん、増税で10万円消えるから、うん、そうだよ、だから結局プラマイゼロだから政府に舐められてるわけだよ、うん、10万レベルだと。あ、まあ都民が10万円返してもらったようなもんだよね、うんうん、だから全然プラマイゼロやんそれそう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 、なんでそれでええの。そう、それでええんですかって話よ、うん、皆さん、納税者の皆さん、有権者の皆さん、俺はやだ、俺はやだね、今さら10万ポッチって思うのがやっぱり庶民感覚だと思うし、うん、まあ、30万でも許してるわけじゃないけど、まあとりあえずはなっていうね、まあ金額だと思うんだよね。まあそういう意味ではコンさんから送られたこの記事怖いよね。コロナでどん底1年無収入シングルマザー、子供は食パンと水道で空腹をしのぐってさ、東京新聞の記事ね、うん、いや出てますね今。いや、まあ出てますこれ、うん、これ私もさ、シングルマザーで育てられたから、うん、すごい怖いよ。怖いよ。うん。だから世の中にはさ、養育費払わない元旦那が多いんすよ、実際。マジか。ああ。俺なんて、子供いないけど離婚したけどお金払い続けて。それは何だろう、慰謝料なのかないや、まあ私のポリシーとして、うん、一回ね、うん、結婚すると、うん、面倒見ると、うん、一緒になると言ったから、うん、別に子供いなくても、うん、気持ちとしてね、お金は払い続けたいよっていうふうに、弁護士に言ったら、うん、ビビられました。なんでそんなことするのって、なんでそんなことするのって言われたけど、いやまあ、いやまあでもそういう筋だと思うんでみたいな。なるほどね、うん、でもそういう人は珍しいのね。まあ、いやほとんどいないと思います。そっか、私その時クソ貧乏だったけどね、うん、ああ、うん、クソ貧乏だったけど、まあでも、うん、うん、筋は通すべきだろうと思ってやったけど、うん、うん、いやまあでもなんかな、そのこの子供が苦しむって悲しいね。うん、いや俺これさ、こういう記事見るとさ、そのミートスパゲッティ思い出すの。おお、ミートスパゲッティ、もうミートスパゲッティ思い出すんです。ちょっと皆さん、少しだけ清水優子子供時代の悲しい話をどうかお聞きください。どういうことかっていうと、 うちのね母親シングルマザーでさ、働きながら育てたからさ、うん、で働いてるとさやっぱり疲れ果ててさ、う
料理が作れなくなる時があるのよ。ああ。で、その時に、小学校がね、ちょっと上がってきて、まあ私がだから6、9歳とか10歳、弟が7歳とか6歳の時、ね、ミートソースあるじゃん、スパゲッティの。あれが食卓の上にポンって置いてある。で、そんで、茹でたパスタがラップにかけて置いてあるの。それだけがご飯だった。お腹すいたらこれ食べてねって。で、母親は朝8時に出てさ、夜8時に帰ってくるのよ。で、別に毎日そういうのじゃないよ。でも、お母さんがすごい疲れた時は、そういうので、もうなんか、だからね、俺トラウマでさ、それが実は。お母さんの疲れた時のサインなんだそう。ね、もうミートソースがね。ね、だから実はなるほど清水ね。裕子、いまだにミートソースパスタ嫌いです。なるほど。見たくないよね、それはね。ねえ、だってご飯さ、なんでパスタが茹で上がった状態で置いてあるかっていうと、そらさ、9歳児とかにさ、じゃあ乾麺置いてあってこれを温めなさいって危ないやないね。ん。うん。だから茹でてくれてたんだと思うよ。最近はね、もうレンジでチンすれば、うん。袋の中にもうミートソースと麺がさ、そんなのもうない時代だからない時代だからね。でも、今回のこのさ、子供はさらにひどいよね。食パンと水道水。え、何？この。これ何？月給は前職の半分の6万円、無収入の期間は1年間。これはきついね。きついよ。いや、ほんとね、コロナじゃなかったら、コロナのね、あれがなかったら、子供食堂やりてえなって思ったもん、コンサート。皆さんから乾杯いただいてさ、月に1回ぐらい子供たちご飯食べられるところを作るとかさ、したいなって思ってるよ。はあ。まあ、ただね、わあ、コロナだから貧困も増えるのねって思う皆さん、ちゃうね。コロナが、これ、いつ終わるかわからないけど、ね、あ、ちなみに今年にワクチン打ったらね、コロナ終わるんでしょって思ってる人は、あんまりにも甘すぎるから。甘い。無理だ。イスラエルでは3回目のワクチン接種広がり始めました。これどういうことかっていうと、デルタ株がもうワクチン打っても感染するから、もう1回3回目打とうと。ね。でも、それはデルタ株には効くかもしれないよ。その次の変異株にどうすんの？無理だよだね。から終わらない可能性あります。ただ、2、3年単位で見れば弱毒化の方向に可能性もあるから終わるかもしれない。で、そしたら、ああ、よかった、よかったじゃないんだよ。今回のオリンピックとか、配りまくった金とか、あるいは無駄な支出、GoTo トラベルとかありましたよね。ああいうのによってですね、増税が待ってます。怖いよ。だからコロナが終わったら、そういうことしてあげたいわ、俺。ね。ちなみに去年ね、児童手当を受給する子ども1人当たり1万円の給付金などを実行しました、政府は。でも子ども1人当たり1万円ですよ。少ないね。何せっちゅうの。じゃあ、安倍政権だったけど、菅政権に代わって皆さん、おいしい目に遭いましたか？なんかおないでしょ。貧困家庭に金を配るっていう案があって、で、法をやるんだ菅さんって思ったら、予算、GoTo トラベルはちなみに1.6兆円、オリンピックの総予算は4兆円。その貧困家庭に配る予算は、日本国民全員で500億円でした。1000億円にもいってない。なんなん？もう要するに貧困者は死ねばいいと思ってんだよ、簡単に言うと。ね。やだだからもな、本当う、ふざけんなわけよ。もう、だから、ね、けどこれ、一言のように今思ってる人でも、5年、10年後先は分かんないよ。要するに、日本の経済って、まあよくね、一つ前説で言うけども、残念ながらコロナ以前から不景気なんですよ、と、この国はと。で、コロナがまあ拍車をかけたり、まあ、露骨にやばいなっていう姿をね、報じるようになってきてるわけ、この東京新聞のようにね。
だから、いつか我が身なんだよ、これ、うん、下手すると、うん、あの何もしないでいれば、うん、何もしないでいれば雇われていればなんとかなるでしょうと思ったら大間違いですよと、気がついたら、え、俺がそうなってんじゃんみたいなことになりかねないので、うん、僕なんかはもう、なんていうか、清水さんと一緒に副業動画作ってさ、うん、今からちょっとずつやっとこうよと、うん、そのちょっとずつが意外と大事だよと、うんうん、いきなり10万、20万とか言わねえし、うん、何万すら言わないよ、うん、せいぜい5000、1万円の世界をちゃんとやるっていうことの意味が分かると、ああ、そうか、これ備えられできるなと、うん、月1万ぐらいだったら俺できそうだなと、で、まあ、それで年間10万ぐらい貯金できたら、それでは大きいよ、かなり。これどういうことかっていうと、そのコロナね、まあ怖いじゃないですか、うん、コロナね怖いでしょ、で増税も怖いでしょ、だけど、うん、一生懸命働いてたらいつか解決されるっていうのは残念ながらそれ昭和の考え方なのね、うん、そうだよね、もうそれは壊れつつあるの、みずほ銀行とかが週休3日4日制とかっていうふうにやったり、一番怖いのがね、やっぱ電通、うん、電通は週休3日4日とか言わんよ、うん、あの社員を何百人か選んで、うん、あの全員お前ら個人事業主、子会社で契約しろっつって、うん、やるのね、電通がだよ、うん、いや、ちょっと言ってる意味は分かんない人いると思うんだけど、うん、要するに電通の社員ではなくて、うん、新しくお前会社作れよ、うん、で子会社として契約してやるよ、うん、1年ぐらいはな、うん、みたいな話なわけよ、あとは自分の力でその会社自分で回せよと、うんうん、まあ、俺が仕事やるかどうかは保証せんけどな、うん、でしかもさ、その名前がさ、うん、なんかあのニューホライズンっていう、なんか俺教科書の名前だ、それ英語の教科書でしょ、いや英語の教科書に新しい地平に行ってこいってことですよ、そう、電通の社員辞めて電通の子会社と契約する個人事業主になれ、うん、そう、でもう大企業とか、しかも電通が怖いのは、これによってリストラが成功されたモデルを、うん、いろんな大企業に販売します、このノウハウをってで、ね、去年公開してんのよ、だから広がりますよ、これこれね、だからほら、あれだよ、あの家族を思うときっていう日本のタイトル、うん、で剣道地監督の映画ありますけど、うん、それがまさにそうだよね、うん、あのサラリーマンで成功していたんだけども、景気の良かった頃は、うん、でどんどん不景気になって、もうあかんってことになって家まで追っ払って、うん、で賃貸に住んでるちょっと貧しい家族がいるわけですよ、うん、でお父さんは結局その正社員やっててもあかんってことになって、うん、ウーバーイーツみたいなことをやるわけ、うん、でウーバーイーツってまさに自営業なわけ、うんうん、まあ、今出前館のデリバリースタッフ募集とかも同じこと、あれは自営業なんだよね、うんうん、だから自分で時間をやりくりするってことをやらなきゃいけないわけだけど、うん、ただ一軒あたりの配達量は大して大きくないわけだよ、ああいうのって。まあ不安定だしね、まあそれが皆さんにも来ますせっていうことですよ。そういうことです、うん、これからそれをね、受け身として仕方ないなとしてやるのか、うん、ね、あるいは自分の、なんていうかな、売りたい商品やサービスを自分で作るなり、売り方を自分の頭で考えるなりすれば、うん、それは準備っていうことができるようになるわけ、うん、うん、まあ、だから、うん、あのそういう意味も込めて、うん、コンさんとね、副業講座やりましょうっていうふうなのを売っているのは、うん、いや本当サバイバルだから、これそうなので、これね、うん、特に一番この考え方が変われるのが難しいのが50代60代の人たちだと思います。そうだね、うん、なのであの50代60代向けのすごくベーシックな副業講座っていうのをね、うん、まあそれは別に作るんだけども、ベーシックな副業講座の特典動画っていうのを今の副業講座に1個つけます、うん、ね、で今3万3000円で販売してるんですけども、それを追加で買うとですね、値上がりしちゃうじゃないですか、追加するとね、コンテンツを追加すると値上がりするんですけども、今だったら3万3000円で買えますよ、お早めにねっていうふうに言ってたんですが、お盆ぐらいまで、来週ぐらいまでは値上げをうんぬん待つっていうふうに言ったじゃないですか、今日決めました。はい、何日まででしょう。8月13日。はい、お盆前ですね。はい、お盆前。まあ、正確にはお盆スタートの日。あ、そうだね。この時までは、3万3000円のままでコンテンツ追加されます。で、コンテンツはね、8月中に追加されると思います。で、まあ、もう早ければ、そのお盆前ぐらいには追加されたやつを皆様にお送りできると思いますので、
お早めにねっていうことで、そうね、できれば今週中くらいにね、はい、どっかで撮って、ね、撮りたいなというふうに思っていますので、今日、まあ、本当にサバイバルです。政権批判だけをしていて生き残れる時代ではもうなくなってきたなと。ちなみに今日もね、おかげさまで、今日だけ現時点で、これ14時ぐらいに撮ってるんですけども、3つぐらい売れてます。わお。皆さん本当にありがとうございます。ということで、本当にね、コンさん、どうもありがとうございます。ね、皆さんも本当に今日はね、見ていただいてありがとうございます。まあ、これからもね、この番組続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。今日も読書。はい。いつも見ていただきましてありがとうございます。コンさんの副業講座3万3000円で販売しております。このような形で全10回という形でお送りしておりますが、こちらですね、さらに追加される予定になっておりますので、ご期待ください。で、追加に伴ってですね、値上げする可能性もあるんですが、現在は3万3000円というふうになっております。まあ、こちらのですね、利益に関してはコンさんが行うですね、子供を、まあ、守るためのイベント、こちらにも利益を寄付させていただきますので、ぜひ見てほしいなというふうに思います。